はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回メインストーリーを進めていきます。ご丁寧山先生、お帰りなさい。あ、実はもう一つあるんです。嬉しいね。今日を目前にして皆さんの気が緩む時期です。さすがですね。連休を目前にして声もある。キザレブなんか人によるのか、嬉しいかどうかは。ゲーム、ゲーム、ゲームがやりたい。帰ってきご。あ、素材不足だからダメだ。いいね。あれ？何それ？コナンとどうなる？あ、コナンのか。連休を目前にして皆さんの気が緩む時期ですね。ハスナかな？もっと厳しくパトロールしましょう。これだ、ムツキだ。ヨーロビーなのかな、これ。息してるよもいいな。もう絆ストーリーが始まる。メディア68に昇格です。最初選んだキャラですね。結構近い。オートをするんだけどオートに進まないんだ、この場合は。怖い怖い。銃を出しながらって怖い怖い。で、リアシ、お、なんだ？え？さとい。これってメボロビじゃないよな。モートークだよね。あれ？そんなストーリーだよな。くすぐるだな。お、やばい。お、どうしたんだ？
おや？しかし回り込まれてしまったはないのか。え、終わりか。もう一個ありそうだよな。あ、ないんだ。もう終わったのですか？地球レポート。連休を目前にして、皆さんの気が緩む時期ですね。ガチャもやってみよう。な、アコは やばいな。アコやばいな。エセレクトチケット持ってないよな。あ、星さんの、キャラをセレクトできんだ。バニーですね。これ結構、カリンもやばかったな。あ、とりあえず、おっさんもう一人増やしたいとこですよね。あ、ダメだ。ダメでした。これ何書いても OK だからな。あー、最低保証だ。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ごきげんよう。あ、怪我をされた方はいらっしゃいます。ゲヘラ学園給食部のジュリと言います。給食のジュリだ。お腹が小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。舐める物理。ごきげんよう。あ、自警団任務の延長ですね。トリニティの安全。怪我をされた方はいらっしゃいます。さあ、実現委員会瀬戸ちゃん。誰かは蓮見先生の指示をお待ちしております。持ってんじゃないの。もう星にはありますからね。かぶっちゃってますね。もう一回行ってみましょう。ほんねやは。起きた。ああ、時間制限あるんだな。さあ、一つだけ。お祭り運営委員会のしずこです。これからよろしくお願いします。ああ、はいはい、そうですよ。営業用のセリフです。怪我をされた方はいらっしゃいますか？自警団任務の延長です、ね、この辺はご主人様と一緒に楽しい一日を始め。小さいからって舐めない。欲しいですね。お会いできて嬉しいです。先生、先生はどんなアイスが好きですか？どんなアイスでも食べます。結構幅広い。さあ来た。なんだこれ、カリンの時間。あれ、行ったことある。うわ、怖っ。しかも怖いし。説明や解説が必要なら私に任せてください。さっきの何。さっき、さあ、不思議です。悪魔の天使があなたを訪ねてきましたよ、はい、これはヒーラーですね。やばい、これ取った星さん取ったのはいいけど使いどころに困るよな。研究を目前にして皆さんの気が緩む時期ですね。こういうそこを直さないといけない。研究を目前にして皆さんの気が緩む時期ですね。来た剣。ま、でもうん、やだなぁ。とりあえずパワーアップ。もっと、もっと。パイシーさんはいいんですけどね。とりあえずレベルアップしときましょう。
ェアアップはできないね。まだだ。まだ早い。神秘解放はまあいろいろ条件が厳しい。はい。ということで。研究を目前にして、皆さんの気が緩む時期です。雨降るのかな。かわいい。メインストーリーやっていきましょう。ボルワン対策委員会編の続きとなります。オン知らずのキラーカーンじゃない、オン知らずの決戦ですね。行ってみましょう。さあセリカ、ラーメン屋のセリカです。お、アルもいます。アルってなんだっけ。あ、かよこだ。行きよかや。オリロス。あ、さ、第三勢力ですよね。なんでアルこんな驚いてんだ。はるかもいます。はい、1月になりイベントが開催されるみたいで、幕張メッセですね。なんか結構大きなイベントということで、いつだっけ。お、なんだ、なんかいろいろたくさんのクラスがあって、クラスというかなんだろう、グループがあって、それがすごい勢力争いをしてる感じですね。よりなんか大変な流れになりますね。出動だーって、なんかすごいな。お、アルだ。確かクールですね、かよこは。会社になってんですね、ベンディア68は。もう武闘派白子、これバトルなんでしょうか。バトルですね。編成はできない、強制スタートです。あ、そういうことか。スタミナとかも考えながらいけません。支援のタイミング逃しません。では、お願いします。やっ、よし、よし。時間ちょっとかかってんな。あ、早い、遅い。タイミングに持ってこいの場所だね。次に行きましょう。できれば範囲攻撃。でヒッター、すごい勢いです。
まあ、来たところで一気に潰していきまあ、しょう。悪いルミルミ、あ、一発で倒した。ちょっと待ってよ、大丈夫かな。オッケー、倒しましたね。勝利。1分20秒大丈夫かな。この傭兵はどこの組織なんだろう。ベニア60とか、でも去っちゃったや。ベニア68ピンチ。逃げ。ないですね。大金。なんでこの子、あやね、ホログラムなんだ？さあ、キラーカーンの次は手がかりを探していきましょう。あれねはホログラムじゃないバージョンあるんだ。そうだ、とんでもない利息払わないといけないんだよな。とんでもない借金料と利息。お、ミツキじゃん。ラブラブ度は上がってます。ヤネコ、エルフ、あやねは。二つ？そうかそうか、つまり、ミニア68の先生でもあるんだ。早くブルーアーカイブやっとけばよかったですね。お、なんだこれ、やべえなこれ、この銀行員やばすぎだろ。うわー、やだな。これいつまで続けるのこの人たち。300年って生きてんのか？え、一生これって無間地獄じゃん。うん。いっぱいなんだな、星野。例えば、なんかキャンプイベントやるみたいですね。なんか欲しいので思い出したけど、うん、なるほど、会社みたいな感じ。星野はキャンプ行かないのかな。
なるほど。真面目だなあ、あやねは。お？やばいじゃん。みんなあの中の人デレだからな。ののみはどうだっけ？セリカはセンターだしな。さあ、ブラックマーケットへということで。どこら辺かな、なんか渋谷っぽい場所。ん？チンピラ？特務だ。うん。怖い怖い。しかも銃すごいやってるから、やばい世界だなこれ。トリティ総合学園。こいつらか金たんまり巻き上げて、あの借金返せばいいんじゃないの。うん、助けたんだ、ひふみを。わかりにくかった。またもうこの音楽いいですね。サントラとか売ってんのかな？あ、出た。こいつ。あ、中になんかビーズが詰まってて。なんか昨日のブルアカの公式放送だと、これがま、なんかチェンジして枕になると。高速バスとかで寝るのために使えるっていう。で、それを来年1月のイベントで出すっていう話だったような気がする。またチンピアいる。戦わないといけない。あれ、レベル上がってるよな。編成はやっぱりやれません。基本的にはあの
何もしなくても勝てるのかな。オートで行きましょう。なんか結構前に出てますね。タンクすぎるだろう。例えばすごいのよな。お、すごい。ガモに見えるの。覚悟してくださいね。後方支援到着しました。ありがとうございます。回復してるからいいか。ないすぎるよな。ちょっと前出すぎてるよな。さあボス戦です。潰していかないといけません。スプレーヒッター覚悟してくださいね。回復しないとやばいぞこれ。あ、でももうすぐ、ジャズ、勝ちました。結構危ない橋渡ってるよな。なんでホログラムの時とそうじゃない時があるんだろう。どんどん行きましょう。必ず戦闘があるわけじゃないんですね。結構重たい荷物背負ってんな。なんでだろう。家は何つけてんだろう。ひふみが仲間になった。お、どうしたんだ。あー、こういう時言いにくいよな。さあ、ある。お、なんだこいつ。ロボ。実戦とは認めないっていう感じか。多分先生の力なんだろうな、これって。
サルシュナロウ系。一方ベリア68はそれは社長の気苦労って大すごいもんだよ。クライアントだったんだな。え、そう弾薬がなくなってくるのも厳しいもんね。あ、そうだバイト雇ってたもんね。ある程度はいるもんな。見すぎだってなんだ。星野おじさんか。お。カード。かわいい。え？丸肉。いいな。かわいいな、ひふみは。そうなんだ。むむ。へえ、やばいやん。悪循環やな。カイザーローンってさっきのカイザーのあれやん。カイザーが支配する世界ってこと？クライアントであり。なんで？カイザーコーポレーション。
デーパーティー。やっぱオンプレミスは正解だったんだ。クラウドが悪いってわけじゃないけどね。利息でえぐいな。片棒担いでたんだ、マネーロンダリングが。ユミいいな。やばいな、やばそうな方法や。あればっかり言ってる。力押し？私、俺たちが銀行強盗をすることだ。いかまで、お前不備。狩猟やな。えぐいなこれ。パレパレのような気もするが、ステッカーってなんだろう。今回は戦闘がかかります。お、あるだ。108万ある。そりゃね、信頼が、信用がない。
お。出たー。なほな。お。地域客？そこにしびれる憧れる。中立だよな。お。行きましょう。さあ、準備できた？行くよ。こっちだよ。硬いよな、結構。前出すぎだよな。よし、行くわよ。お願いします。撃たれすぎだな。ペロロ様、お願いします。支援攻撃、移動しよう。行くよ。あ、ラストエース。減らした方がいいな。それで減らして壁を返して、間に合ったみたいですね。 OK。いけいけ。倒した？倒しましたね。みんなの勝利です。
お、視点シャドウ。行きましょう。今回はバトルなしです。なんで覆面したんだ。そうだな。犯罪を繰り返す。確かに。なんかルパンっぽい。うん。確かしっかりしてるよな。かもね。誰だ？また覆面かぶってる。確かに。本当。アイドル？
西に向かって刺される真実。今回は第1章までやりますかね。え、カタカタヘルメット弾とグル。なんかやばいタイトルだな。行きましょう。げっそり。そ
りゃそうだろう。はるかだ。悪い顔してるな。まあ、みんなそうだけど。何？また新たな軍団が。復帰委員会。あ、復帰委員会の人たちか、これが。ひながトップ。ラーメン屋ってもうないんじゃないの？あ、社長は救い出したけど。かわいいな。さて、対策委員会。あ、いいな。羨ましい。私だけは特等席言われたらな。お、近づいてる。怖っ。怖じゃないけど。ママ。さて。うん。いやいや、高校生だなんて。そうなんだ。え？席すごいな。ワンオペやん。どこ行くんだ星の。おえ、え、嘘、なんで。え、なんでなんで。え、スパイ星のは。やばいやばい、取り込まれるよ。取り込まれてるよ星野が。
きましょう。さあ、ラーメン屋復活してますね。お大将、そう、芝大将ラーメンって出ないんかな。どうした？え？そっちなんて最低。一方対策委員会は、なんだ？そりゃそうだろう。ダブル銭湯なんだ。職員会来た。よかった。お。どう？怖いな。39まで上がった。一人足りないのが気になるが、欲しいな。
ッチリですね。最高。支援攻撃。行くわよ。はあ。ちょっと助けてやらないとやばいかも。しましたね。みんなお疲れ様でした。お、トミジ？なんだなんだ。武器以外か。武器見なしそうな武器以外。絶対風紀乱すだろう。どうす？やばい。タコが軍団が、戦うんだ。台風機みたいな。41、あやねだけ51ですね。
支援を始めました。タイミングバッチリですね。移動するわ。しましたね。風紀委員会がに対策委員会が勝ちました。でも2人しかいない対風紀委員会は、もっといたよな。そらやね。お、ジャバ通信か。いいえ。ハセブンか。なんだこれ。これで、一章は終わりっぽいね。ボル1の2章、あ、1章が終わりか。まあ、対策委員会編は続く。でもなんか、こっちも、ゲーム開発部もあります。どっちがいいんだろうな、順番としては。グループストリームいいですね。一人のグループもいたよな、こんだけいるからな。行きましょう。先生、おすすめ。おっさん一つしかない。なんでなんだろう。出撃？急
きましょう。仕方ないわね。私にお任せを。すごいな、このアームギア。最後撃ってるし、私は最高のエージェントですから。スナックゲットです。来る？来ない。行きましょう。さあ、ボス戦です。まあ、ボスの方が来るはず。来ないんだ。じゃあ行こう。出会いな。公約を始めました。少し聞きすぎとかも。こういうのはいかがでしょう。ガンガン撃っちゃって。まだ終わらないわ。行くわよ。あと一回。これでどう？行くわよ。ここでボス戦です。補習か。うん、よし。戻りましょう。今日もいい天。連休を目前にして、皆さんの気が。なでなでして。反応があるかな。あれも良さそうじゃん。
球を目前にして。すごい。もう解決されたんですか？連休を目前にして、皆さんの気が緩む時。連休を目前にして、皆さんの気が緩む時期ですね。こういう時こそ、もっと厳しくパトロールしましょう。現実味じゃないんだよな。連休を目前にして、皆さんの気が緩む時期ですね。こういう時こそ、もっと厳しい。ここまでかな。強化できない。もう足りないんだ。目前にして、皆さんの気が緩む時期ですね。こういう時こそ、もっと厳しくパトロールしましょう。ひとまずここまでとなります。よろしければチャンネル、YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitter、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ブルーアーカイブメインストーリー、第1章前半かな、初めてプレイしていきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。